はい、エンペースチャンネルです。本日もね、自動車整備振興会さんから認証工場ですとかね、指定工場の方にこういったね、読み物が、買い向けにね、読み物が送られてきましたので、2輪にね、関係するものがどんなものがあるか、まあ、ざっとね、見ていきたいと思います。で、11月号で、技術情報ですよね。こちらは一部新型車ですとかね、整備の容量ですとかで、あとリコール情報が載ってますので、ね、リコール獲得した車両がね、修理とかで入庫することがあるかもしれませんので、まあこれはね、目を通しておきます。で、2輪のリコールですけど、ホンダさんの CBR250 の WR ですね、 MC51 で、これ8月に出たやつなんですけど、まあ本になるまでね、ちょっと時間がかかりますんで、8月のものになりますが、で、オイルパンがね、ちょっと緩んでしまって、オイルがね、漏れて、転倒の恐れがありますということで、オイルパン交換ということですよね。で、CBR の、ね、250WR が、まあ、全部が全部なるわけじゃないんで、まあ、一応ね、該当の車体番号というのがね、こちらに記載されたりしています。次にね、ヤマハさん、まあ、反射板ですね、 NMAX ですとか R25 ですとか MT03 ですかね、 MT25 とか、まあその辺のリフレクターが成形時に不良のものがあって、まあちょっとね、保安基準適合しないものがあるので交換しますという鈴木さん、アドレス DT11A ですね。もう普通のアドレスですけど、まあこちらね、ミラーの方に水が溜まって、で、中が腐食してね、グラグラになって、ミラーの位置が保持できずに、交通状況を確認できなくなるので、リコールしますということですよね。まあ、そういったリコールが、今月号には載ってました。で、次に、この日清レンニュース。こちらね、同じものが全国会員さんに配られます。で、二輪関係で皆さん気になるものと言いますと、このモーターサイクルショーがね、来年も中止いうことがここに書かれてまして、で、やっぱりね、コロナの関係で、まあ、今年も中止でしたが、来年もね、中止ということで、大阪モーターサイクルショーもやはりね、中止いうことになってますよね。現車がね、各メーカー一堂に揃うちょっと大きいイベントがないっていうのはね、ちょっと寂しいですよね。各メーカーさんまた個々にね、バーチャルモーターショーというのはされるとは思うんですが、また別でツーリングプラン首都圏コース開始ということで、首都圏の方でね、 ETC 使った乗り放題の、ツーリングプランですよね。それが10月1日から始まってますということですよね。GoTo トラベルキャンペーンと組み合わされたツーリングプランもね、販売されてますということですので、首都圏あたりでツーリングされる方、利用されてはいかがでしょうかという感じですね、こちら。で、こちらは広島県だけのものになりますね。広島県自動車整備振興会商工組合、まあ、広島県だけの読み物ですね。で、見てみますと、まあ、車検の予約システムがね、リニューアルになりますということで。で、ユーザー車検でね、予約されると無料なんですが、なぜかね、認証工場で車検の予約しますと、毎回手数料100円かかるんですね。なんで、ユーザーで予約した方が100円分お得なのかなとも思うんですが。まあまあね、こういうシステムを利用させていただいてますんで、なシステム代ということでね。二輪関係ですと、二輪の方で見ますと、二輪自動車の投下機等の取り付けに関する国際基準を導入しますということで、こちらね、全国版じゃそう載ってなかったんですが、こちらね、広島県の方では3ページね、結構大きく取って載ってます。で、二輪自動車の投下機と、まあ、何が変わったかと言いますとね、デイライトの基準が明確化して、まあ、取り付けができるようになりましたという感じですよね。まあ大まかなところで言いますと、こうデイライトがついている間はこうロービームがね、消灯しているような格好で、で、ロービームが点灯するとデイライトは消灯するようなね、風にしなければいけないとか、まあそういうのがね、ちゃんと明確化されて、デイライトはまあそれが取り付けもできますということでね、義務ではなかったんですが、こちらね、このね、車幅灯と
速報の反射器ですね。まあ今後ろのリフレクターだけだったんですが、こう横のね反射器も、備え付ければなければならないことで、もうそれはね備えてなければいけないいうことになりました。でそれはね令和5年の9月以降の新型車からいうことなんで、まあ現行の車両とかね、これから車検を切る車両はそれをつけなければいけないというのではなくて、ね、令和5年の9月からの新型車に適用いうことですよね。で車幅とは前からね、ウインカーとポジションが兼用になったものがあったと思うのですが、まあそれがね、義務化されたような感じですよね。で、あとは反射板、速報の反射板とか、まあ輸入車とかね、よくフロントフォークとかについてたと思うんですが、まあ、ああいったリフレクターがね、もう、備えなければならないということで義務化いう形ですよね。で、あともう一個ね、速度、最高速度が20キロ未満の原付については、番号灯は適用しないとすることで、多分まあ、電動のキックボードみたいな原付みたいなのが、そういう装備も、スピードとなったら結構ね、難しいのがあるから、こういったものが出てきたんじゃないかと思われます。ね、最高速度が20キロ以下の原付には、番号灯の基準を適用しない。のがあります。で、まあこういったふうにね、国際基準に、まあ、沿って輸入車もね結構輸入しやすくなるんじゃないでしょうかね。こう基準が統一化されてね、で製造する方もね、国際基準、まあ日本だけじゃなくて国際基準にね合わせて製造すれば日本でも適合いう形になるということでね、まあいいんじゃないでしょうか。で、マイケース危ないですよいう啓発活動のパンフレットありますということでね、こういう漫画のパンフレットがありますということで結構ページ割いて載ってますね、こういうふうに。で、マイ検査というのは陸局で検査する際にこう点検ねせずに検査の方を受けて、まあ合格になってもね、この車両は検査の時にね定期点検してませんいうのが車検証にも記載されたりですとか、あと四輪ですとね、窓に貼るステッカーにね裏面が見えますので、裏面にこうね、この車両は車検の時に定期点検してませんのが、まあ、書かれて貼られるわけです。でバイクでしたね、こう裏面もプレートになってしまうので、そういったものがね記入できませんので、車検証にねやはり同じようにこの車両は、まあ、検査時に定期点検してませんとかね、ですので、まあその危険性ですね、ちゃんと点検しましょういう形で啓発活動の記事が載ったりしてます。あとまあ季節柄整備試験が3月にありますというのが載ってますということでね、今月は2輪の保安基準が一部変更になりますのというのが載ってたりしてました。またね概要欄にどんなものかちょっと詳しいのは貼っておきたいと思います。ということでね、また来月もこういった読み物届きましたら、二輪に関するものをね、ちょこっと紹介したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。